テキサスの病院から診断不可として NIH に支援要請。送られたカルテから極めて疑わしいと判定されたわ。スティグマよ。これが本物のデータってわけ。この画像2枚が同じ病巣だって。2時間で影の位置が全く違うじゃないか。しかも大きい。政権は一度試みて失敗。病原体の組成は不明なままよ。患者はあと3時間ほどで到着。執刀はボーンとブレーロックの2人に。到着後患者の容体を見て速やかにオペに移ります。不確かな症例ですのでサポート体制はよろしくお願いします。あなたたち以上にうまくやれるかは怪しいけど準備しとくわ。意識レベル、バイタル、ともに安定。血圧110の60、脈拍60。病歴は？2ヶ月前に事故って言ったが、それ以外は特にないよ。右大腿部裂傷、結構派手になってるな。輸血に人工血液を使っているのか。ギガント社のヒューヘムブラッドだ。何か禁忌があります？特になかったはずよ。でも一応問い合わせて。わかりました。患部は肝臓、処置内容は術中の判断で決定する。ウィルケンズ教授の時のようにはいかないかもしれない。スティグマの動きを経験してるだけでかなり違うはずよ。自信を持っていきましょう。